やばいです、緊急事態です。あの写真撮ったんですけど、このムカデに刺されました。腕今ちょっと痛いんですけど、まあまあちょっとは後でもう一回見ますけど、腫れてはないと思うけどね。ムカデに刺されたのは多分初めてだと思うけど、なんかね、多分エアコンからだと思うんですけど、なんかパッと腕見たらこいつが腕にいたんでびっくりして、手で掴んでポンって投げたというかね落としたんですけど、そしたらその時に多分刺したんでしょうね。刺したっていうか、なんか調べたら噛んだって感じなのかな。で見失ったんですけど、ネットで調べてムカデ、まあ一応毒性はあっても、まあ痛かったら病院行って、今すごい痛いんですけど、まあとりあえず今もう夜だ、夜中だしね、何ともできないんで、で見失ったんですけど、逃げた方に探したらいたんで、机の下にね、はい、なんでちょっとね、こっちの方の机の下の、こっちの配線の下のところにいたんで捕まえて、最初割り箸でね捕まえようと思ったんですけど、無理だったんで、この養生テープで捕まえました。まだ生きてると思うんですけど、で今ここにね熱湯を用意したんで、今からこの中に落として、で殺虫しようと思います。まあ、ちょっとかわいそうだけどね。ていうかこれ撮影しながらやらん方がいいね。また逃げられたら困るしね。で、こうなんかね、青い液体出したんです。これ血らしいですね、調べたら。もうちょっと撮影難しいんで、後でまた撮ります。はい、今熱湯に落としました。このね、割り箸で。はい。このテープの中にね、無理やり剥がしてね、まだやっぱり生きてました。テープ剥がしたら逃げようとしたんで、自ら落ちてもらいました。多分これで死んだかな。はい。よいしょ。腕の方はね、やっぱり痛いですけど、なんか痛みがひどくなければ病院行かなくてもいいっていう風なのちょっと見たんですけど、詳しい方がいたら教えてほしいんですけども、はぁ、でもこいつ捕まえたから、まあ。で、一応ね、実はね、昔から、前から、ムカデがね、たまに出てたんで、このね、ムカデコロリっていうの買ってたんですけど、最近見なかったんで、サボって置いてなかったんですよね。ね、残り4つあったんで、急いで、周りには置いてきたんですけど、これまあパソコン教室なんですけど、教室の周りに置いてきて、で、一個こいつを取り逃がしたんで、こいつが食うようにと思って、ちょっと待ってね。これね、これを、ね、周りに置いてきたんですけど、これ一個は、さっき逃げたようにね、食えばと思って置いたんですけど、今仕留めたので、これも外に置いてきます。はい。腕刺されたんですけど、ちょっと腫れてるところとかは見当たらないので、まあ、すぐに、ポンって腫れしたから、症状は軽かったのかもしれないですけども、この辺か、わかんないね。ちょっと腕がね、はい。とりあえずね、様子見ます腕。今見てもらったように、そんな腕腫れてるところもないし、痛いんですけど、でももうだいぶマシにはなってきたんで、で、なんか調べたらというか、ちょっと前に知ったんですけど、100円ショップに、なんかムカデってエアコンの、水が抜けるところから入ってくることもあるらしくて、で、そこのキャップっていうのもあるらしいので、今回、天井から降ってきた可能性が高いんで、腕に、ちょうど天井、エアコンの真上に、真下にいたんで、で、そこの真下のに腕のところにね、乗ったんで、なので、早急に100円ショップに行って、その、
そこからムカデとかゴキブリとかが入ってこないようにするキャップがあるらしいんで、早期に探してつけます、明日でも。はい、というわけでちょっとね、動画出そうと思って明日ね、あの鉄道のね、うん、ちょっと思ってたんですけど、編集してちょっとこれは無理かもしれないね、明日明後日かもね。一応あのゆる鉄チャンネルの方の毎日更新の方はなんとか今からやりますけども、はい、うさぎ放送局の方の動画は無理かも。まあこれ出しますけど、はい、まあそんな感じで緊急事態、ムカデに噛まれたっていうね、なんかムカデに噛まれた情報なんかあったらコメントください。はい、多分死にやせんと思うけどな。蜂に刺されたのと同じアナフィラキシーショック、ちょっとあれですけど、はあるらしいんですけど、1回目に刺された時には特には大丈夫とか、痛みがひどかったり続いたり腫れがすごかったりしたら病院行けって書いてあったんで、逆に言うと痛みが収まって腫れもそこまででもなくてだったら病院行かなくていいのかなとか思ってるんですけど、どうなんでしょうね。まあ行くなら皮膚科らしいんですけど、まあ行ってもいいんですけどね、皮膚科。まあちょっと明日様子見で、はい、そうですね、考えます。よかったらまたコメント欄教えてください。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、時は変わりまして、今まで見てもらったのは刺されたすぐだったんですけれども、今は刺された後1時間半ぐらい経って、今見てもらってた、ものを編集してて、編集し終わった状態で、最後ね、ちょっと補足で収録をしてるんですけれども、編集中ちょっとね、鈍痛がひどくなってやばいなって思った時はね、ちょっとあったんですけれど、まあ痛みが耐えれないこともないなっていうこともあって、まあ病院までは行かなくてもいいのかなって今は思ってはいます。とりあえずなんか病院行っても対症療法しかできないような感じなんでね、はい、でね、正直ちょっと1時間半経って落ち着いたところでまた振り返りますと、我ながら刺された時っていうか、ムカデ見た時にやべえと思って手で払ったんですけれど、その払った手はよくよく考えたら何にもなかったんで、多分そっちは大丈夫だったんですけど、本当はなんか手で掴んでポイというか投げたらダメらしいんですけれど、まあね、とっさだったんで、そっちの手には負傷がなくてよかったんですけれど、で刺されたとかの腕ですね、もうまあ腫れてもないし、今のところね、まあよかったかなと。それよりも刺された瞬間はやべえと思ったんですけれど、その後写真撮る余裕というか、まあ本当にこんなこと言ってあれですけど、 YouTuber 魂というか YouTuber あるあるなのかな、いいネタができたってね、思っちゃったんですよね。まあでもね、自分の体削ってという感じなんですけれど、本当にやばかったらそんな思いはないんですけれど、ないと思うんですけれど、まあね、まあ、こうなったからにはね、ネタにするしかないということで、さっきね、撮ったということで、改めて今ね、編集し終わって思うのは、本当に YouTuber あるあるというか、だなとは思いました。はい。そんな感じで、皆さんもね、ムカデには注意してくださいということで、で、なんか、情報があったら教えてください。今のところ、ネットで調べた情報では、病院行かなくてもいいかなとは思っていますけども、腫れても、今ちょっと見てもね、腫れてはないので、全然。で、うな講話があったんで、うなを塗っておきました。虫刺されって書いてあったしね。はい。まあ、そんな感じで、とりあえずは、そんなところでいいのかなと思っております。で、うちのチャンネル鉄道動画でもやっておりますし、ね、またこんな感じでおしゃべり動画系をね、実は、やろうかなと、おしゃべりっていうのかな、いろいろ他のジャンルもね、やろうかなと思っておりますので、そちらの方もね、また始まったらご覧いただければなと思います。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。